はい、ですかね、商店の、牧野3キロとで、グレヨの収容材1袋まで合わせて、水は一切入れてません。オキアミ産業に対して牧野の量が、約1キロなので、水分は入れなくてもこういったちょうどいい感じになります。これで、拡散性が結構高い巻き餌になっているんで、遠投したい場合はこちらにパン粉をつけてもらってもらったり、他の、収魚剤を一袋入れてあげると遠投の効く巻き餌になると思います。粘りはかなり出ています。